2、屋上。金を浮かすため、地下鉄に乗らないで、徒歩で二人で帰った。あの人、将来お札になりそうな顔してたな。昭和紳士って感じ。原稿用紙の人でしょ？まだ明るいし、暇があるのでデパートの屋上に登った。四角い缶の灰皿を見つけると、またタバコに火をつけた。気がつくと彼女は、かき氷を買って食べていた。子供が100円で動く乗り物で遊んでいる。何かの催し物のビラが地面に落ちている。雨水で濡れて地面にへばりついているのもある。おじさん、100円貸して。知らない子供がたかってきた。お母さんにもらってこいよ。おじさん知らないよ。君のこと。彼女は笑って、財布から100円玉を子供に渡した。おばちゃん、ありがとう。2010年の今でこそ、デパートは無駄のないスタイリッシュな作りになっている。商品の配置も無駄な隙間がなく、インテリアも豪華で高級感ある作りだ。しかし、この時代、寂しさを感じるような隙間があり、家具や絨毯などの商品の端に目をやると、必ず在庫処分前の売れ残りが固まって置いてある。人通りの多い箇所でも、ハイカラという言葉が似合いそうな、安い飾り付けが精一杯だ。しかし、不思議な寂しさと温かさが感じられる。年を取り、若者ではなくなった今では、街が華やかすぎて目がチカチカする。